F-35 戦闘機へと置き換わる F-15J 戦闘機の機関部を海外輸出するとの方針を政府が打ち出したとの情報をキャッチしました。今回は、防衛装備移転三原則の見直し緩和は、必要を詳しく見ていきますね。今後、日本でも、潜水艦や護衛艦また、戦闘機においても大事なことだ。IHI 社といえば、かつての石川島播磨重工業社から、2007年に現社名に変更したが、以前より、三菱重工業者や川崎重工業者と並んで、日本の三大重工業者の一つに数えられており、その設立は、江戸時代末期にまで遡る。江戸時代末期の1853年、時の徳川幕府が、新藩で、御三家の水戸藩に、幕府海軍の西洋型の軍艦の製造を行う造船所として設立させたのが、その誇りであり、明治維新後の1876年に、これが民間へと払い下げを受けた。その後、今の IHI 社の前身である造船所は、火力発電所用の発電機や、鉄道用の蒸気機関車の製造、第一次世界大戦の後には、自動車製造にも進出。この事業は、今も、いすゞ自動車として、商用車中心の製品を生産している。その後、太平洋戦争を挟み、その敗戦後の1960年には、石川島重工業者となっていた同社は、播磨造船所と合併したため、ここに、石川島播磨重工業者となり、当時世界一の大きさのタンカーを複数建造するなどの活動を行っていった。ただし、石川島播磨重工業者は、2002年には、船舶関連の事業を IHI、マリンユナイテッド社へと、分社化を経て子会社化したが、これは、2013年に、ジャパン、マリンユナイテッド社となり、系列から外れた。船舶関連事業を切り離した後の石川島播磨重工業者の主力事業は、今の IHI 社に至るまで航空、宇宙分野であり、ことに航空機用のジェットエンジンの比重が高く、日本国内では6割以上の市場シェアを獲得している。太平洋戦争末期の1945年に、日本で初の国産ジェットエンジン、NE-20、を開発した伝統もあって、今の IHI 社は、その分野での地位を、確固たるものとしており、次世代戦闘機用に、ターボファンエンジンを試作したことでも有名だ。この2018年に、防装備庁に納入されたのが、XF91 であり、実際の機体に搭載してのテストではなかったとはいえ、アフターバーナー使用時には、最大推力15トン以上、タービン入り口付近の温度1800度をクリアしたことで知られている。ただし、今や航空自衛隊の現行の F2 戦闘機を代替する次世代戦闘機開発は2022年12月にイタリアとイギリスとの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアープログラムに委ねられ、 XF91 の活用は定かとは言えない。さて、そんな IHI 社であるが、2023年5月9日に、2023年3月期の決算発表を行い、同期は、売上高1兆3529億4000万円、営業利益895億2200万円、純利益520億8200万円と、事前の予想を若干上回っての着地だが、前年比で、純利益は、減少したことが、報告されている。この傾向は、来年の2024年も、同様であるとの予測が、同時に出されており、売上高は、増加するものの純利益の減少は、続くとされ、これを反映しては、直近では、上昇基調にあった株価も、下落傾向を示す状況となっている。こうした企業としての業績とは別であるが、今回の決算発表の場において、同社の社長の井出氏は、
現在の日本の防衛装備移転三原則が、その内容について、与党の自民党の一部で見直す、政治的な動きがあることに言及した。IHI 社社長の井出氏が述べたのは、日本の防衛装備移転三原則が、政治的に見直されることによって、現在の航空自衛隊から、退役を行っていく、対象の F-15J イーグル戦闘機の機関部について、海外への輸出の道が開けることを期待したものだ。現状では、この2023年現在で、航空自衛隊は、総数で、およそ200機ほどの F-15J イーグルを保有、運用を行っているが、このうちの半数のおよそ100機ほどが、F-35 ライトニング2の就役に伴い、ここ10年ほどの期間で、退役を迎える予定となっている。IHI 社社長の井出氏は、このことに言及したのは、F-15J イーグルが搭載している機関部は、アメリカのプラット&ホイットニー社の F-100 ターボファンエンジンを、IHI 社がライセンス生産をしているためで、その活用に期待を示したものだと言えるだろう。F-15J イーグルが搭載している IHI 社がライセンス生産を担った F-100 ターボファンエンジンは、同機は1機あたり2機の機関部を搭載する形式であるため、単純計算であれば、100機で200機分のその機関部が残されることを意味している。このアメリカのプラット&ホイットニー社の F-100 ターボファンエンジンは、日本を含めた F-15 イーグルのシリーズのみならず、F-16 ファイティングファルコンにも単発ではあるが搭載されており、世界的なニーズが期待できる。具体的には、F-15 イーグルは、世界で1198機が生産されており、また、F-16 ファイティングファルコンは、今も最新型である V 型の生産が継続されているため、最終的には、5000機以上の生産数となる可能性が指摘されている。こうした世界における F-15 イーグルや F-16 ファイティングファルコンの機体数を鑑みれば、今後もしばらくの間は F-100 ターボファンエンジンの需要が続くことが予想され、中古とはいえ、とそのスペアパーツとしてのニーズも少なくないだろう。IHI 社としてみれば、自社がライセンス生産した F-100 ターボファンエンジンを航空自衛隊から退役するおよそ100機ほどの F-15J イーグルから回収し、オーバーホールを行ったものを海外輸出できれば、ビジネス的にも利点があるとの判断だ。現行の防衛装備移転三原則は、2014年4月にそれまでの武器輸出三原則に変えて、国家安全保障戦略に基づく日本政府の新指針として制定されたもので、後者に比べれば、日本の今後の武器輸出を大幅に緩和することを念頭に置いたものではある。従来までの日本の武器輸出三原則は、原則として、武器類の輸出や他国とのそれらの共同開発すら禁止するものであり、どうしても、そうした状況に迫られた際には、個別に、都度例外としての規定を定める形が想定されていた。この日本の武器輸出三原則は、例外としての規定を残しつつも、実質的には、海外への武器輸出を閉ざしており、それによって、日本の防衛産業各社が生産する防衛装備品は、三自衛隊が調達する以外の販路はないという状況だった。その状況は、必然的に、三自衛隊の必要数のみの生産に止まることを意味しており、その数量自体が極めて限定的であるため、調達コストはどうしても高額とならざるを得ず、にもかかわらず、製造企業も利幅が薄いという悪循環を招いている。ただし、武器輸出三原則から、防衛装備移転三原則へと、2014年4月に、政治的に変更を行ったとはいえ、日本のそれらの対象の兵器等の製品が、
すぐに海外に受け入れられるはずもなく、完成品としてはフィリピンへの警戒管制レーダーの輸出のみの実績に止まっている。こうした状況下、日本では2022年12月に、いわゆる安全保障関連の3文書を改定して閣議決定するのと合わせ、防衛装備移転3原則の内容の見直しも同時に図られたが、連立与党を構成する自民党と公明党とでは温度差があった。自民党側が防衛装備移転3原則の緩和、つまりは対象となる防衛装備品の幅を広げることに注力しようとしたことに比べ、公明党はあくまで殺傷能力を持つ装備品の海外輸出に後ろ向きであり、政治的には見直しを検討することで妥結した形だ。2022年2月に正起したロシア・ウクライナ戦争についても、日本政府は、この防衛装備移転3原則の縛りもあり、ウクライナに対しては、防弾ベストやヘルメットといった装備品の提供に止まり、兵器支援に尽力するヨーロッパの西側諸国とは足並みを揃えてはいない。ウクライナ側も、日本の置かれたこうした政治的背景には理解を示してくれていることは想像に難くないが、個人的は、日本から遠いウクライナではなく、台湾有事や韓国が北朝鮮から攻められた場合など、同じような対応で済むのかが非常に気がかりである。